中央を観光すすするなならおすすめなのは今度中央観光に行きます。あえて中央です。特にヨーロッパ美人に目がない元バイト仲間のはじめ。チェコが目的なのはなんとなく分かった。中央観光でおすすめなのはなんといってもチェコの首都プラハにあるセントビート大聖堂のステンドグラス。 この町にあるプラハ城は中世のお城が好きなあなたは中央観光で外せないポイントになる。また中央のみならずヨーロッパ全体で最も古い石の橋であるカレル橋も観光しておきたい。もともとこのプラハ自体が第二次世界大戦の被害を受けておらず中世の雰囲気を残していて魅力的な町と言える。 それ以外に中央観光で外せないのはチェスキー・クルムロフ歴史地区特に水辺の風景が美しいので写真に収めるのに良い場所がいくらでもあるあと個人的におすすめなのは大好きな映画シリーズミッション・インポッシブル4・フォーで冒頭に登場したハンガリーのブダペストここでは中央の中でも特に美しいセント・イッシュ・トバーン大聖堂や 漁夫の鳥で、マーチャーシュ・チャーチーを観光しておきたい。やはり中央観光で人気のオーストリア・ウィーンでは、ウィーン歴史地区、シェーンブルン宮殿を外さないでほしい。中央観光の魅力は、俺が移住を考えているように、物価がヨーロッパの中でもそこまで高くないこと。ポーランド移住はいずれ実現したい夢の一つ。 中央の冬の寒さは厳しいので、その間は当然フィリピンに戻って、セブやマニラ以外の場所をブラブラ観光しているはずだが、どこを切り取っても、絵になる中央の街の風景、カラフルな建物は、街を歩きながら観光しているだけでテンションが上がり楽しい。中央のオーストリア、ハンガリー、チェコ、ルーマニアという国々は、どの場所もそれぞれの魅力を持ち、 個性を発揮して観光客を魅了する山中に通っていた頃に新聞で読んだルーマニア革命チャウセスクという独裁者の死に顔は今でも目に焼き付いていて中央や東欧は怖いイメージだったが現地に足を運べば至って治安が良い印象を受ける場所何よりチェコをはじめ現地人に美人が多いのは男性にとって嬉しいところだ 中央でタイ人と結婚しながらもフィリピンで服を買ったり、マラテの沖ケを楽しんでいるのはフィリピン人との会話や観光が大好きな大宮くん。俺と同じく外国人の友達の方が多い彼が韓国への送金方法を聞いてきたのはつい先日のこと。